い、どうも皆さんこんにちは、ひとですということで、今日はね野球の話ということで、まあ、今シーズンオフ結構ね選手の移籍が激しくて、そんな中で一番の目玉大物だった広島カープからね、FA した丸がね、まあ、今日巨人に、入団するっていうのがね発表されました。で、まあ、正直な感想を言えと言われたら、まあ、正直丸はまあちょっと面白くないなとは思いましたね。ロッテとかも契約なんとかね取ろうとして頑張って交渉してましたし、ロッテ入ったりしたらちょっと面白いなと思ってて、結構ロッテ入ったら面白いなと思ってた中、巨人かっていうね、まあのがあるみたいなんだけど、なんか本人が巨人ファンなんだっけ、なんか そんな話をなんかツイッターでちょっと見たんですけど、まあ、とりあえずなんか丸が巨人入りということで、まあ、残念ながらねロッテ入ったら面白いと思ってた中でのこれだからちょっと残念ではあるかな。ただ、まあ、だからって言って丸が嫌いになるとかそういうことではないしね、まあ、巨人行ってからも頑張ってほしいと思うので。でまあやっぱ丸はね今年すごいよね、長打力がすごかっただよね、ホームラン量産したし、まああれだけ打てばね、あれだけ打ってあれだけ守ってあれだけ走れればね、もうそれはもう最高のプレイヤーですよ。もうすごい、あんなチームあんな選手いたらね強いよ。やっぱまあ、柳田ね、ソフトバンク柳田とかもそうなんだけど、やっぱ打てて走れて守れるっていうね選手が一人いると、まあ、柳田の守備はまあそんな良くはないけど実際。まあ、打てて走れて守れてっていう選手がいるっていうのはめちゃめちゃでかいことですよね。で、まあ、今年の巨人の打線で言えば、まあ、ゲレーロとか大砲はいたんだけど、結局まあ一番活躍した大砲は岡本ってことになっちゃうかな。で、まあね、丸が入ることによって、まあ、岡本の負担も軽減されるしね、まあ個人的には坂本1番、重信2番、丸3番、4番、岡本とかね、やったら面白いかなとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、巨人、今年の巨人はもう強い選手がすごく多いので、正直、なんか困んないとは思うんですよね。1番手補修、どうなんだろう、キャッチャーもなんか2枚いてね、小林も優秀だし、守備は。住谷もね壁要員として西武のね投手陣で鍛えられてきたみたいなとこもありますしね、なんかすごい戦力に穴が、基本的に大穴はないよね。どこもなんかきっちりびっちり埋まってて、やっぱすごいなっていう、これは強いですわっていう感じでね、さすがですよ。でまあ丸の移籍でね、ちょっとこうネガティブなコメントがすごい目立ったっていう、ネガティブなコメントを何個か見て、結構ちょっと丸ひどいこと言われてはいるんだけど、まあでもね広島で頑張ったんだし、まあ、好きな球団行ってもいいんじゃねっていうどこ行ってもいいじゃんっていう、本人の選択だししょうがないよねっていうのはあるかな。まあなんか、うん、ただ悔しいよね。FA で取られるのは、僕もヤクルトファンなんで、やっぱり FA で取られたり、ね、外国人選手、貢献した外国人選手取られたり、ラミレス取られたりしたから、すごい悔しい気持ちはあるしね、まあ、それはめちゃめちゃわかるんで、まあ、まあ、叩きたくなる気持ちも、まあ、めちゃめちゃわかるけど、まあ、丸本人がね、まあ、こうしたかった、丸本人が選んだことだから、なんか僕たちはもうただ泣くしかないよね。広島ファンの選択肢ってただ泣くことしかないよね。もうすいませんで、もうダメだダメだっていう、もういないんだ丸はっていう、ただ泣くしかないっていうのが辛いとこだとは思います。でね、まあすごいね、すごい大型補強ですね。まあどうなるのかね、どこで起用するのか、その今年の巨人の外野で言えば重信が結構怪我はあったけど、まあ、打撃の方でも結果残して存在感があったし、陽大館とかねいるんだけどね、陽大館とか長野とかいて、そんな中で丸だから、でも丸 FA で去年残した成績がとんでもないこと考えると、まあ、丸をスタメンで使わないって選択肢はないよね。で他にビアヌエバとかねいるしね、まあ、ビアヌエバどこで使うか分かんないけどね、
どこで使うかわからないですけど、まあ、ビアヌエヴァもいるし、なんかちょっとなんか本当選手層が豪華すぎて、なんか多分僕みたいななんか貧乏監督には多分扱いきれないなっていうなんかやっぱそれこそなんか原監督みたいなね人じゃないと扱いきれないかもしれないなと思うね。あと中地ね、あの巨人に入団したで言えば中地も、まあ、僕は中地がすごい好きでね、昔ってかその僕が中学生高校生ぐらいの頃が今中地がすごく輝いてたのかな。中地だ、でも中地が輝いててそっからメジャー行って苦節を味わってみたいなのを見てきて、すごい僕中地が好きなんですよね。やっぱ打てるショートって花があってすごい好きなんで、中地が本当に好きなんでね、ちょっとどっか入団してほしいなと思ってて、まあクビになる、このまま自由契約で引退みたいなことはないと思ってたけど、まあ、とりあえず巨人入団したしね、どこで使うのか分かんないけどね。中地、まあ三塁はちょっと怪しいよねっていうちょっとこれも辛いとこなんだけど、中地の三塁ってちょっと不安あるよね。まあ、ビアヌエヴァどっちがマシか分かんないけど、まあ中地な、一塁かな、一塁中地でも一塁でいくと例えば阿部とかね、あとまあ岡本は三塁に回すっていう話もあるけど、もうまあ岡本も一塁候補ではあるし、まあ、あとゲレーロ、ゲレーロは外野、まあでも一応一塁もできるね確か。ゲレーロどうなるんだろうね。あとレアードもどうなってるのかな。レアードがこの間自由契約に なりましたけど、うん、個人的にはねレアードはまあなんだろうな、なんか、まあ、巨人はすでにビアヌエヴァ取ったからレアード取ることはないと思うんだけど、あの、まあ、正直三塁の外国人ってなんかよくわかんないじゃないですか。なんかもう守れなくて、もうどうしようもなく守れなくてバッティングしかできなくて仕方なく一塁か外野に回っちゃうっていうゲレーロパターンと、あのまあまあ守れるけどバッティングがダメっていうエリアンのパターンがあってどっちにしろまああんまり良くはないよね。なんかそのすごい打てて守れてすげーっていう選手はそんないない中で、まあ、レアードは最近ここ数年衰えてきて数字が悪くなってるっていう点を加味しても、そこそこ守れてそこそこ打てる三塁手としては結構使える選手だとは思いますね。ただあんまフォアボール選べなかったりする場面はあるし、あと併殺も多いのかな、まあいろいろ問題もあるけど、総合力で言えば多分きちんと NPB で能力が発揮できるってことが証明されてる選手ではあるから無難な選択肢ではあるんだよね。だからレアードどっかが取ってもいいと思うんだけどね。あとはなんか毎年毎年あの話題になるけど、ヤクルトバレンティンが今年こそクビになるんじゃないかみたいな、ヤクルト退団するんじゃないかみたいな話が出てきたけど、まあバレンティンさすがに切らないでしょヤクルトと思ってんだけどね。バレンティン、俺バレンティンが大好きだから、多分 NPB で一番好きな外国人選手バレンティンなのよ僕。もうヤクルトの辛い時期もいい時期も全部知ってる男だから、バレンティンは本当にね今のチームの柱だと思うんですよね。なんかまあ山田哲人とかもね、山田もいるけどまだ若いしね、彼はまだまだそこまでだし経験豊富とはいかないしね、まあ、バレンティンは結構年齢的にもそろそろいい時期に差し掛かってきて、こう存在感がねベテラン感が出てくるし、で来年とかにもう日本人扱いに、日本人登録には一応なるんだけどっていうところで、バレンティン切ることはさすがにないんじゃないかなとは思ってるんだけど、まあ、ちょっとどうなるかは分かんないですね。はい、ということでまあ総じて今年の FA 市場はまあちょっと巨人がすごいね。もう巨人がずっと話題作りして巨人の一人勝ちって感じですけどね。まあもうちょっとねもうちょっとなんかこうなんか来年どうなんだろうね。まあでも広島は強いとは思うんだよね。なんか丸が抜けたとはいえ鈴木誠也もいるしね。まあセンターの間にできるのか、の間にするのかな。俺だったらセンターの間にしてレフトになんか誰か打てそうな、それこそバティスタを入れるとかね。レフトバティスタ、センターの間レフトバティスタにすれば、まあバティスタはバッティングに荒さはすごく感じるけど、まあそれでもね
多分フルシーズン使えばそこそこ打ってくれるし、まあ丸の穴を完全に埋めることはできないかもしれないけど、まあある程度は埋めてくれそうではある。だからまあそう、俺だったらそうするかな。センターのまあレフトバティスタで、ライト鈴木誠也、あ、一塁松山、うん、っていう、まあそういう感じかな。まあ広島にとってはちょっと痛いけど、でも冷静に考えてみると丸が一人抜けたところで、まあなんとかならんこともないような気はする。今年の広島が結構強かったこと考えても、そんなめちゃくちゃもうなんか広島の強さがどうしようもなくもう壊滅的になるほど弱くもならないような気はしてます。はい、ということで、まあそんな感じでした。まあ来年のシーズン怖いですね、巨人は。はい、ということでヤクルトファンですが、まあ頑張って来年も3位ぐらいを目指して頑張ってもらいたいと思います。ということでまた次回、バイバイ。